え本日はお忙しい中、えー、弊社決算説明会にお越しいただきまして、えー、誠にありがとうございます。えっ、ー、と、第三四半期の計算説明ということで、えー、早速始めさせていただきます。えー、資料3ページをお願いします。えー、まず、連結損益計算書でございますけれども、えー、売上高、連結では223億7400万円。 営業利益1億6千万円、経常利益1億5 7七百万円、四半期の純利益は2 8八百万円ということになっております。個別につきましてはこちらに記載のとおりでございまして、売上高百223億7100万円。 営業利益は2億3200万円、経常利益1億9400万円と、四半期の純利益は7700万円ということになっております、で個別のです、ね、営業利益と経常利益、差異が出てございますけれども、こちらにつきましては、えー、と子会社のトゥ、ね、ーベース株式会社への貸し倒れ引当金、これを3000万円です、ね、営業外費用として計上している関係で、このような数値となっております。 であのトピックスというところを見ていただければと思うんですけれども、えー、子会社の状況でございまして、えー、まず2ベースに関しましては、えー、ペットサプリメント事業の継続を断念いたしましてです、ねえー、10月1日付をもちまして、同事業に関しまして譲渡をいたしております。 そういった関係で、こちらの数値になってございます、特にその経常利益と市販基準利益の際、こちらにつきましては、特別損失を計上しております、それからカードフレックスジャパンに関しましては、まだ事業が立ち上がってない段階でございますので、先行経費ということで、5300万円を計上しているということでございます、4ページ。 えー、業績の状況でございます、まずあのリアル店舗の売上高でございますが、えー、こちらのご参考というところに記載のとおり、えー、前年の同期比で第3クォーター累計では94.2%ということで、減、え、収、ー、となっております。 第3クォーターの会計期間、9月から11月でございますけれども、こちらにつきましては、ゲームのタイトル、モンスターハンターとかですね、ポケモンの新作が出まして、増収とはなりましたけれども、累計ではこのような新品ゲーム、それから中古ゲームが低調に推移いたしております、それから古本、それから CD とかですね、 既存の商材、当社がです、ね、もう20年以上前から扱っている商材、こちらにつきまして、ここに来て低迷をいたしております。その関係で、こういった数値になっているということでございます。昨年、出店をいたしておりますレンタル、ツタヤですね、レンタルであるとかです、ね、トレーディングカード、これは力を入れておりますが、こちらにつきましては、おおむね順調な数値となっております。